韓国ソウルイテウォンのクラブ集団感染での新型コロナウイルスは、海外から流入されたものと推定されている。その前のテグ新天地協会での集団感染ウイルスとは違い、ヨーロッパで多い遺伝子型を持っているためである。実際の遺伝子分析の結果、 テグの新天地協会の感染者の新型コロナウイルスは中国武漢で多い遺伝子の類型と似ているが、イテウォンクラブの感染者のウイルスはヨーロッパに拡散したウイルスと同一の特定遺伝子型を持っているものとして現れた。韓国の疾病管理本部中央貿易対策本部のチョンウンギョン本部長は今日の定例会見で、 イテウォンクラブのウイルスはテグなどの地域にいたものというよりは、米国やヨーロッパからの入国者により伝播されたものという可能性が高いと判断すると語った。今回の感染源の推定は、疾病管理本部中央貿易対策本部が韓国内の新型コロナによる患者140人の遺伝子の延期配列を151件分析した結果である。 現在、世界保健機構は新型コロナウイルスを特定遺伝子型によって S、V、G グループに分類している。このうち S と V グループは中国を含めたアジア全域、G グループはヨーロッパと米国で主に流行している。韓国では S、V、G グループのすべてが確認された。しかし遺伝子型でグループを分けると、 感染源と電波経路を推定できる。